はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、防火関連の単体規定について解説いたします。まあ、今日は2つですね。2つ解説させていただきます。まず1つ目。延べ面積が3000平米を超える建物。もしくは高さが16メートルを超える建物。もしくは地下を除く4階以上の建物。まあ、つまり、比較的大きな建物。で、かつ床とか屋根とか階段以外の主要構造部に木造やプラスチックを使用している建物、まあ、つまりですね、大きな建物でかつ、まあ、木造建築物とか、まあ、そういったイメージです。そういったものについては主要構造部を耐火構造にしてくださいねといったルールがあります。で、法律上は耐火構造って直接的に書いてあるんじゃなくて、まあ、一定の要件を満たす構造ですね。まあ、基準に適合した構造にしてくださいねって書いてあるんですけども、まあ、これはいわゆる、耐火構造、炎症しないような構造にしてくださいねといったイメージなので、このように書いてあります。で、床とか屋根とか階段以外の主要構造部って、どこに当たるかっていうと、例えば柱ですね。柱だったりとか梁だったりとか、まあ、そういった部分が木材やプラスチックを使用している場合、プラスチックを使用するってあまりないので、イメージとしては、木材を使っているって考えていただいた方のが、イメージしやすいと思います。大きな建物で柱とかを木材を使って建築している建物、これについてはこの柱とか梁とかを耐火構造にしてくださいね、燃え広がらないようにしてくださいねと、いったイメージです。で、この延べ面積3000平米超、高さ16メーター超、地下を除く4階以上、この辺はですね、もうちょっと数字覚えなければいけないので、覚えていただく形になります。で、2つ目ですね。2つ目のルールは、延べ面積が1000平米を超える建物、耐火建築物等じゃなくて、また準耐火建築物等でもないもの、つまり耐火建築物と準耐火建築物と、これら2つ以外の延べ面積1000平米超の建物、これについては防火壁とか防火床で区画をして、それぞれの一つ一つの区画を1000平米以内にしてくださいねといったルールがあります。つまり大きな建物がありました、延べ面積2500平米の建物がありました、これは耐火建築物等でもないし準耐火建築物等でもありません。そういった延べ面積2500平米の建物があった場合、例えばこの真ん中あたり2つですね、防火壁を設置をして一区画900平米800平米800平米、合計すると2500平米ですね、このように区画をすると、このようにしてくださいねといったイメージです。こうすることで、じゃあ一番左の区画で火事になった時にこっちに火がいかないようになるんですよね。ここ防火壁で区切っているわけだから、これ燃えにくいんですよ。だからこっちからこっちに火が移らないようにする、もうここだけでとりあえず火災は抑えましょうと、いうことですね。つまり大規模火災にならないように、このように防火壁とか防火床で区切ってくださいねと、区画してくださいねと、いったルールになっております。で、下のルールについては耐火建築物等だったり準耐火建築物等は除かれるってなっているんですけども、なんでこれ除かれているのかについては個別指導で解説させていただきます。この部分についてはね、理解してる人、たくさんいると思うんですけども、こういった理解すべき部分についてはもうできるだけたくさん理解をしていかないと、なかなか宅建試験引っ掛け問題とかに引っかかっちゃいますんで、ぜひ理解すべきところは理解をしていきましょう。そうすれば宅建試験1回で合格できます。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひですね、ご確認いただければと思います。また勉強の仕方だったり勉強時間の作り方で悩んでいるって方は、ぜひ下のお問い合わせの URL からメールいただければと思います。無料なんでお気軽にご相談ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。